どうもロマンティックのユミです。本日ご紹介するのはこちら、1930年代にフランスで作られたサーバントジャケットについてご紹介していきたいと思います。まあ、結構最近までヨーロッパで買い付けた、まあ、ミリタリーものを紹介してきたんですけど、まあ、今回からはこんな感じでね、ワークのものも織り交ぜていきたいと思います。で、今回のこちらのサーバントジャケット、こちらはワークのフォーマルな部類に入るのものでおいては結構これは代表的なアイテムかなと思います。だけどまあ普通の古着屋さんではまあ全く見かけない代物ですかね。まあ本当にフレンチヴィンテージ、フレンチアンティークにまあ強い店だったらまあちょっとは置いてるかなっていうレベルなんですけど、まあ5着、6着もあるわけじゃなくて、だいたい2、3着ぐらいあるかなっていうようなレイアウトのものになります。まあ、本当にね、ワークのものはミリタリーのものと比べて非常にこう出回ってる数も少なくて、まあ、生産されてる数も少なくて、基本的にね、もう捨てられちゃうので、やっぱりなかなか数が残ってないっていうのがありますよね。ではサーバントジャケットってまず何なのよって話なんですけど、まあ、サーバントっていう英語は、まあ、使用人だとか召使いっていうような意味があります。だからまあ本当にそういった感じで使われてました。まあ、執事さんだとか、まあ、サービス業の中でもフォーマルというかちょっとこうかっちりとした中で働くような人たちのための制服でした。で、まあ、このサーバントジャケットの特徴としては、まずここの前面のボディが、まあ、ストライプになってて、まあ、これが青だったり赤だったり、まあ、こちらですね、あと黄色だったり緑だったり、いろんな色があります。多分色によっていろんなこう用途が分けられてたのかなっていうのはなんとなくの推測です。で、まあ、一番よく見るのはこの赤いタイプですかね。サーバントジャケットの中でもクラシカルなものに入ると思います。まあ、こちらのボタンはまあ金ボタンだったり、まあ、布ボタンがよくよく見られますかね。で、襟はこんな感じでちょっとこうショールカラーでちっちゃいんですよね。まあ、これが上に詰まったものもあれば、こちらみたいにちょっとこう V 字になってるものもあったりします。で、ポケットが基本的にこんな感じで4つと。で、袖を見るとちょっと薄手のね、モールスキンみたいなのは本当に若干シルク入ってるのかなってぐらいの、まあ、多分モールスキンなのかな。本当に50年代とか40年代みたいな分厚いものじゃなくて、まあ、ライトウェイトモールスキンって言われるようなものが使われてたりとかですかね。まあ、こういった伝統的なサーバントジャケットの形に限らず、まあ、いろいろな他のサーバントジャケットも、まあ、かなりレアいんですけど種類があって、そういった中でもこういった生地をよくよく使われますね。だからまあ本当に使用人だとか召使いのための生地みたいな、ものだと僕は思います。で、背面はこんな感じで同じ生地ですね。それとで、こんな感じでシンチバッグがついてると。まあ、だからこうなんだろう、こうフォーマルなベストの袖あり版みたいな、まあ、こう印象ですかね。なのでこうジャケットだとちょっと暑いかなって時とかにね、すごくこう重宝するようなライトアウターだと思います。で、まあこちらの個体の話なんですけど、まあデザイン的に見て、まあ、生地感も見て、まあ本当に1930年代で間違いないと思います。で、その1920年代30年代ぐらいになってくると、やっぱりこう労働者によって、まあ、労働の種類によってだんだんとこうワークウェアがね進化していくっていう、まあ、細分化していくみたいな結構面白い時代の、まあ、分かれ道みたいなものがありますね。だからまあそれに伴ってワークジャケットのね、まあ、モールスキン、普通 あのワークジャケットあるじゃないですか。あれの中でも結構いろいろ細分化できるようなディティールもあります。まあ、それはまた面白いディティールのものを買い付けたら紹介するんですけど、まあ、だから30年代40年代になってくるとね、服のメーカーたちもねすごくこう乱立してくるので、まあ、30年代40年代50年代ってなっていくごとに、まあ、やっぱ個体数も残ってると、まあ、流通量も多いみたいな感じですかね。だからこの30年代以前とかはね、なかなかまあレア度が高いとは思います。で、そして裏地がこんな感じですね。まあ、本当にこうフランスのね伝統的な、まあ、サックコートとかにも使われるような感じの、裏地を使ってますね。まあこちらのジャケットに関してもすごくこう着るとね、なんかこう傾く服みたいな感じでやっぱ面白いあの形をしてるので、早速こちら着てみたいと思います。というわけでこちら1930年代サーバントジャケット着てみました。まあ、本当にこのサイズで僕でもう超ジャストっていう感じですかね。で、まあ、適正的な身長は170センチ以下くらいじゃないのかなって思います。僕は175台でちょっとこうその当時のジャスト感だと思うんですけど、まあ、自分の好みで言ったらもうこの1サイズ2サイズ上ぐらいですかね。まあ、でもこういった着方でもありですよね。今下に着てるシャツはね、まあ、60年代ぐらいでそんな古いってほどではないんですけど、まあ、30年代ぐらいのシャツと合わせた方が雰囲気は合うのかなというのはちょっと着て思いましたね。やっぱ昔の30年代とか あの袖の作り方ってめちゃくちゃこう短く作られてて、まあ、他のグランパンも一緒でなかなかこうなんだろうね、こんな感じの短さなんですよね。だからまあこう肩はあっても、まあ、袖がなかなか短いっていうものがあるので、まあ多分昔のフランス人はすごく腕が短かったのかなっていうのは思います。まあ、それが40年代50年代ぐらいになってくると謎にね、多分普通の日本人だとか、まあ、今の体型の方に合うような袖にはなってきますね。まあ何なんでしょうね、まあ、多分若干こうシャツをね袖から出すためみたいな、まあ、シャツもこうやって今内側に折り曲げてるので、まあ、こんな感じの着方がまあいいんですかね。
でやっぱ今あのそんなに真珠バッグはね締めてないんですけど、まあ、これがキュッと締めるともっとこうねこうフォーマルに見せられると思います。まあこれも本当に薄手のジャケットなので、この上にね1枚こうジャケットを羽織ってあげたり、まあ、コートを着てあげたりとかでもねすごくこうかっこいい一着になるんじゃないのかなっていうのが思います。というわけで今回は1930年代のこちら、フランスのサーバントジャケットについてのご紹介になりました。まあ本当にさっきも言った通りジャケットこんな感じで羽織ってあげると結構かっこよくないですかね。なかなか僕はあんまりこういうフォーマルな格好はしないんですけど、まあお好きな方だったら、まあ、こういった使い方もできるし、まあ脱いであげてもね、ちゃんとこう1枚でもベストっていうわけじゃなくてね、それもついてるので1枚で着るっていうのも、いい一着かなっていうのはすごく思います。まあでも確かにね、こうやって着た時にね、このサイズが一番こうベストサイズというかって思いますね。なんとか、いやまあこれ1枚着るんだったらもう2サイズ上かな、多分僕が好みなのは。まあ、でもこういった着方もありなんでね、ぜひショップの方もご覧になってみてください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。